湯の花コレクション。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりに音声娘湯の花コレクションやっていきたいと思います。さあ今22時35分ですね。いきなり対抗戦です。一応勝ちましたがね。今ですね、430持っております。ガチャチケットも結構得ましたね。そして順次やっていきたいと思います。今銅からライブです。さあ結構これ強敵な相手だよかと思ったらそうでもないか。行ってみましょう。バトルです。さあまずは黒川対有馬、風花。相手の方のスキルの発揮の方が強いが勝ちましたね。なかなか強い。さあこちらは風花で鳴子を出してきました。これは勝てるです。あれ負けた。押されましたね。万座と白浜。さあ2つこちらはスキルを出しましたよ。結構下見ても能力上がってますからね。1万とかいくんだ。ボーカル力足ずりですね。 59% 上がってます。こちら向こうの方が上がってるが能力負けてる。ちょっと戻されました。さあ箱根とうなずきちょっと能力像が落ちてるぞ。勝ちましたね。さあそのうなずき万座とぶつかります。僅差ですが勝ちましたね。さっき鳴子は強かったが鳴子が結構いいですよね。でも勝ってますね。相性があるみたいですよね。この色の相性が。おっとこれで黒川がフルでいきましたよ。さあこうなると黒川をチェンジしたい。黒川じゃないですね。箱根かな。いや黒川でいいですよね。東洋町から北へ上がっていきます。違うライブです。6局目勝利ですね。さあ次はカナデバーデン湯布院です。方向性としてはどっちなんだっけ、こっちかな。ライブやりましょう。今回は油断ならない相手かもしれない。ゆうこりんさん、さあこれ結構激戦ですね。さあカナデバーデン湯布院対あるいは風花、勝ってほしい。勝ってますね。幸先のいい流れ。勝ってますね。奥飛騨対和倉ですね。相手のみアップか。これはちょっと不利か。押し戻されます。別府対白浜、これは相手の方は能力の発揮度は高いです。うわー、僅差でこの勝ち差大きいか。黒川対草津、さあ2つですね。これは圧倒した15000ですね。倒しました。カメラを奥飛騨かな、カメラを持つ姿がすごい可愛いです。さああとは、月岡。どっちに行けばよかったっけ。あまり強くないですね。昨夜那須ですね。嬉しおりっか、はいはい行くよというわけで、ぶつかっていきます。さあまずはしました。さあ道後泉と争います。スプリングス対決。わずかに及ばず。さあ那須が登場。黒川と当たります。ここはわずかですが勝ちました。さあこちらも道後投入です。玉造りと、おっと道後負けた。で月岡はボスを月岡風花と当たります。さあこれはどうだ。これはリード。さあもう一度風花か。敵味方クールってすごいですね。ただこっちクールあんまりいないんですよね。ということで一気に押し戻されそう。月岡小悪魔属性。おーっと大きく一発でとどめを刺しました。3、一番北のゾーンで戦います。中本さん、すごいな、これ1局目で決めました。おっと、ちょっと営業しますが、営業しましたが場所はちょっと見せられなかったです。なのでこのシーンはカットしました。ということでガチャですね。ガチャ引きましょう。ついチケット10個あるんですよね。そこで今何を持っているかというと、暁と、まあ通常の温泉レアガチャですよね。この2つだけということで暁を引いていきましょう。さあ何が来るかな。これは東山温泉かな。あらー、あまり嬉しくない点覚です。もう一度行ってみましょう。これは潮江か。6回ぐらい引きますかね、10個あるうちの。さあ今度はどうだ。誰だ。湯の号ですね。これも天格です。今度はどうだ。お酒の瓶がありますね。なかなかいいのは出てこない。今度は犬鳴山ですね。犬ですね。犬そのもの。お、これニューだったんですね。さあ最後かな。おっと、これは SR 以上見込める SR 別府ですね。おっと、レベル15まで上げました。これは別府パワーアップしないといけませんよ。こっちは5なんですよね。でもこっちの別府はなかなかすごい。さあこれでレベル48までいきました。さあ特訓でレベルを上げていきます。せっかくのチャンスですからね。もう一回これでレベル80まで上げました。これが上限のマックスです。SR はレベル80までです。どこまでいけるのかな。なるほど、ちょっとここまで落としましょう。超成功きましたよ。レベル77まで増えました。ダンス、ビジュアルはともかくボーカルがなかなか強いですね。さあそう言ってるうちに彼女を一度、そうですね、いや順下するんじゃなくて、同等にやらせたいよな。沖縄から北海道へ。道東へ行かせましょう。さあライブです。なんかすごいな、全部ファッションですよ。ああ、やられちゃいました。ん、琴ノ葉さん、あれ見たことある。さっきの琴ノ葉さんはすごく気になります。あともうちょっとなんですけどね。さあプレゼントをもらいます。もう一度ガチャへ。今度は普通の温泉レアガチャです。おっと SR だ。指宿、新しいスキルですね。これはよもいろんなバージョンがありますね。さあどうだろう。おお、なかなかいいです。うなずきか。さあこれチケットを使い切りますが、もう一度ユーロ号を。そしてあだらもいい、暁もいいんですが、暁提供割合はこの別府と鬼怒川と玉造が出る確率が高いですね。だからといって結局 SSR を率はこちらも 2% だし、こちらも 2% なんですよね。結局一緒ならどっちでもいいやってなるんですけど、そこで温泉レアガチャへ行ってみたいと思います。蔵王さあ、今回はどうだ。ああ、残念、別府だ。お、足釣りですね。中戸桜。お、SR だ。SR 城崎です。これがレアですね。さあ、これ、あ、SR 以上いくぞ。おお、鴨川だ。あら、色川。お、これも SR 以上いく。おっと、銀山小雪だ。アカデミズムメガネって何ですかね。これ全部いきました。うちですね、SR で初めて20いって、銀山小雪も10いきましたね。いいですね。そこで銀山小雪を鍛えましょう。本当はお金を稼ぎたい。これかな、銀山小雪、アカデミズムメガネ。あら、あ、頭脳明晰でアカデミズムメガネじゃないんですよね。これだ、アカデミズムメガネは。なかなか可愛いですよね、銀山小雪。おっと、特訓がいります。お、超成功きましたよ。26まで上がりました。もう一度特訓しときますかと思ったらお金がいるんだ。中古のサタンも金次第。さてと、温泉地ってどこだ。温泉地は分からん。とりあえず行きますか。回復をします。86さん行ってみましょう。2曲目投入さしました。さあユニット編成見てみましょう。なるほど。霧島にチェンジです。間違えました。さあ別府が32ですね。まだとはいえ彼女行ってみますか。さあ小判です。小判をゲットしにバトルです。勝ちましたね。おっと今度は彼女の巡業が終わったみたいです。さて入刀がちょっと弱いですね。正規入党なんちゃって。さあここ思い切って鴨川で行ってみましょうか。もうほとんど体力ないんですね。というわけで、音声娘、今5グループ中3グループが北海道に入ってまいりました。ご覧の通りの配分ですね。もうすぐ道南が終わりそうなんで、終わったら道北に投入できるかと思います。いよいよ道東の探検もスタートですね。そしてはい、楽しみにしたいと思います。はい、以上ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画提供でした。はい、というわけで、温泉娘湯の花コレクションやってきました。次回もお楽しみに。ゲーム動画でいこうでした。